私がこの学部に入ったきっかけは、私は中高生の時にロシア文学やフランス文学をはじめとする海外文学が好き で海外文学の多くには一神教が通底してあるので、この神学部で一神教を学んで海外文学への理解を深めたいと思いました。この大学の好きなところは KCJS っていう京都アメリカ大学コンソーシアムのオフィスとか、スタンフォード日本センターが今出川校地内に置かれているので、いろんなアメリカのハイレベルな大学の学生たちと一緒に勉強できて、日本の宗教についてこう新しい視点が得られるっていうのがすごいいいところです。大学の中では神学部のラウンジが好きで、いつも人も少なめですごい落ち着けるところです。卒業後は、別の大学の大学院に行って、で今勉強していることを宗教とはまた違う視点から見られたらなっていうふうに思っています。受験勉強されている方ってすごい大変だと思うんですけど、その中でもやっぱり豊かなものって見つけられると思うので、それを感じるっていうことと、で、できればそのことに感謝するっていう心の余裕があればなっていうふうに受験期の自分を思い返して思うのと、受験以外のものに目を向けることを忘れずにっていうことを言いたいかなっていうふうに思います。